はい、船橋くんチャンネルです、D1 ライツ名阪開幕直前スペシャルということで、こちらのね車、まあどうだろう、まだ覚えてくれてる人いないか。そうだな、成績の割には有名じゃねえしな。まあということでね、開幕直前にこの選手にちょっと意気込みとかね、なんかいろいろ聞きたいことあるんで、ちょっとあのいい話ね引き出しますから、期待してください。じゃあ現場の水野さん。はい、こちら現場の水野です。はい、お疲れ様です。今日はねいい天気でね、皆さん今日恵比寿を楽しんだ模様ですね。はい、こちらから以上です。さよなら。あ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや違うわ。あ、違うわ。やらすなや、そんなの。じゃあ今日ほらこれ、走ったんだけど、まあ今度名阪あるからちょっといろいろセットアップもしてしてねえや、してねえけど、もうあれだよ、名阪が、開幕する2日前の水曜日にこれ動画アップされる。あー、もうギリギリもう心臓バックバクの時だ、それ。そう、うん、明日の夜から移動日だよみたいな。あー、そうだね、多分俺福島向かってる最中だ、それ。あー、そういうこと。うん、そんな時に、そんな時に今見てるんだ。俺が今の俺を見てるわけね。見てる、間違いなく見てる、ね、見てるね。あー、トシちゃん頑張ってねそうだね、ほんと頑張って自分へのビデオレターみたいになっちゃった。はい、で、いよいよよ。いよいよなのよ。ねえ。ねえ、どうしよう。どうしたらいいか。で、なんか聞いたらさ、うん、ほら、名阪の練習、結局あれでしょ、前日練習だけだね。をやって、そう。まあ、組み立てちゃおうっていう。まあ、十分しょ。なんかさ、車も前日練習だけだよね、うん、そう、前日練習の任意走行っていうのが あんのね、うん、前日の公式練習は午後だけなんだよ、はいはいはい、午前中の練習走行があるんだけど、うん、車の時にどうやってエントリーするのか知らなくて、うん、任意走行エントリーし忘れたの。え、そうなのなんかさ、いや一応さ、こういうトークすると必ず、うん、言うのが、うん、いや俺はその直前のやつで組み立てできちゃうから。あー、そう言ってたけど、本当のところで言うとエントリー仕方が分かんなくて、知らなくて。そう、で、まあ当日なんか走れんじゃないのと思って、なんか当日ダメみたいで。あー、いきなり言ってんの。そうで、それがあったおかげでね、今回前日練習の2走行エントリーの仕方分かったから。おお、午前中から走っちゃうから俺。なるほどね。うん、そうじゃあバッチリでしょ。まあ、ほら、作る車さ、見ててさ、決して安心できる状況じゃなかったな。いや、もちろん、一番安心してないの俺だから。そうだね。そう。言葉とは裏腹に相当テンパってたよ、ね。いや、そうなのよ。だからもう、テンパってるから、自分を抑えるために言ってたね。ああ、なるほどね。そう。そう。じゃあ、名阪、うん、まあ、ね、もう間近になってるところで、うんうんうん、何、作戦みたいな。作戦はね、ないね。作戦はないんだ。ないね。あ、もうじゃあ、うん、あれだ、コース出て。そうでしょ、だってもう、言ってもこの車で走ったことないし、俺10年前に行って以来だから、うんうん、作戦もクソもないよね。とりあえず、ね、前日の午前中の任意走行を走るっていう作戦は成功しそうだから。ああ、それは重要だね、うん。うん、そこの作戦さえクリアできれば大丈夫。なんか小耳に挟んだんだけどさ、はいはい、なんか、久保川澄香選手に、うん、作る間の走り方気に入ったの。あ、なんか動画で暴露されて。あー、そうだね。でもね、ちょっとね、スミカちゃん勘違いしてるからね、ちょっと言いたいんだけど、スミカの走りがいいと思って聞いたわけじゃないのよ。おー、そういう風にイメージして走るとああなっちゃうから、ああならないようにしなきゃなと思って聞いちゃってるから。すごいね、トシちゃんね。そう単走1だから。あ、俺が間違ってんのか。そうか、じゃあ次はちゃんと聞いとくわ、上手い人の走り。そうだね、うん、聞いた方がいいかもしれない。ダメだな、分かってねえんだな俺。そうだね、単走1に何出してんだと思う。あー、そうか、失礼しました出よもう過去はいいからさ、うん、そうもう過去の話はもうやめよ、うん、もう全然。ってことは、うん、もう今回の名阪で。そうだね、うん、今回はさ、どうなの、一番意識する相手とかっていうのは。あー、まあとりあえずほらランキング今3位で、うん、上に2人いるわけよ、うん、
まあ、話したこともないんで、あ、うん、まず挨拶から、挨拶からなんだけど、フィット近いでしょ今度。そうだね、近くなるね、うん、挨拶からしようか。で、1位がまず最上、はい、田野くん、うん、なんか、よしちゃんよりも年若いの。いや、意外に多分最上くん、最上くんって年齢近いんじゃない？俺一緒じゃないかな。え、一緒なの？そう。え、年はいくつ？ 37。 37、うん、え、彼37なの？確かそうだよ。あ、そう、うん、で、ほら、マナピーベテランベテラン言うじゃん、タメじゃんあれ。そっか、それ知らなかった。最上くん知らなかったの俺、すいません、初めまして。いや、最上くん俺知らなくて、若いんだと思ってたら、で、ほら、すごいやたらとベテラン感出させるじゃん、アナウンスで。ベテランベテラン言うて、ほんじじい扱いするじゃん。優勝した人ためじゃねえかと。あ、いや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 、俺じゃあ若手でいいじゃんみたいな。あ、なるほどね。そう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 、ちょっとあれだね、それマナピーの偏見入って、あー、こうバキュン入れとく。え、いやいや、ここはいいんじゃないの。ここ大丈夫、セーフ。でも本当に若いのは田野選手だよね。そう、本当に若いな、あの子は ね、うん、20前半、20全然前半じゃないの、21とかじゃないの。まだ知らんけど、わかんない、知らんけど、うん、でもあれじゃん、それこそまさにピット隣でしょ。ね、そうだね、うん、まあ、もしかしたら見てくれてる可能性あるからね、動画。ああ、見てるか、見てるか、田野、うん、ちょっと伝えて、メッセージ、メッセージ伝えちゃう、うん、田野くん、はじめましていやいや違う、そういうのいらないかいやいや、全然もうみんな敵だからさ、そう、田野くんだからとか最上くんだからとかじゃないから、うん、みんな敵だから、もうみんなやっつけるわ。そうそう、うん、今度から、うん、やっぱりさ、盛り上げるためには、うん、あ、宣戦布告、やっぱり、あ、格闘技と同じだからさ。そうだ、うん、うん、確かに。じゃあどうする、どうしたらいい、やっちゃうか。とりあえず、え、でも2人とも向こうだよ。向こうってどういうこと。いや、関西寄りだよ、ね、そうだね、あっちの人だと思うね。やべえか、やべえね、もうやべえな俺。走ったことあるよね絶対ね。そう、スミカも練習行ってんのよ。ああ、聞いた聞いた。そう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 、センさんのスクールに。そう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 、一番サボってんの俺なのよ。そっかそうそうそう、一番舐めてんな俺。あ、まあでもね、前振りで勝てばね、いいんだけど、ね、そうそうそう。でもほら、前日練習の任意走行の、エントリーの仕方分かったから。ああ、そっか、そっか、もうそれ強いから、もうそこでね。そう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 、そこで聞きまくったり見まくったりして、ね、うん、そうそうそう、もうどうにでもなっちゃう、うん、うん、うん、多分。じゃあ意識してるのは当然ランキング1位2位を意識してます。まあそこに勝たなきゃいけないからね、言ってもね、うん、そうね、そう、まあ勝負権ないかもしれないけどまあ、水槽まず残んないから。そう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 、まずね、うん、ちなみにね、ランキングとか一回置いといたとしたら、うん、はいはい、他にもなんか気になる選手とかどうなの。名阪だからこそとかあったりするの。いや、もうないし、もうその人のことはもう気にしないからね。あ、自分との戦いだもん。そう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 、まあ、水槽になっちゃったらあれか。水槽になったらもう合わせるだけだから。逆に追走になってくれればね、もうラインも全部ほら見えちゃうから。おー、そっか、そう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 、もう大丈夫だね。で、車は見えてなかった。つくるま全然見えないね。あ、全然見えないマジで全然見えない。もう老眼になったのかなって。もうめっちゃ目開いて。あれだよ、下の人マジ早いから、うん、多分人の入るときについていけないと思うんだ。マジでそうだろうね、うん、ま、これはガチな話。うんうんうん、そうだろうね。そうなりたいよね。そう、自爆で失敗というか点取られちゃうっていうパターンが一番ヤバそうだから。いや、一番あるねそれ。そう、可能性あるから。そうそうそう、うんうん、ここだけ気をつけるわ。そうだね、ぶっちぎろうっていういやらしい根性出すよりも、普通にちゃんとやるっていう。そうだね、ちょっといやらしい根性あるからね俺。出ちゃうよね。そう、いやらしい根性出ちゃうのよ。うん、まあ気をつけるわ。そうね、うん、まあじゃあそしたらまた第3ラウンド第4ラウンド連チャンだから。そうだね、優勝優勝でいって、でまあだからランキング1位2位の人がないかっていうことだから、結局。まあそうだね、うん、じゃあベスト16でなるべく2人とは当たれると。そうだね、当たって倒せたらいいよね。倒されないように気をつけるわ。まあそうね、うん、本当に分からんけどさ。そうそう、勝負はやっ、まあ、ほら関東のね、今一番トップにいるわけじゃん今。そう、ね、そのランキングでいうと関東代表だから。ああ、そうだ、ね、うん、ちょっと恥じないようにね。ああ、もう関西で関東代表が活躍すると。もうこれは関東のドリフター見てるでしょ多分。まあ結構関東ドリフター見てる、ね、見てるよね。ほらやっぱ代表だからやっちゃわないといけないわけよ。トシちゃんあれだね、うん、あのほら何、応援したいっていう、うんうん、ほら評価低そうじゃん。低いだろうね、切られてるからね俺バカとか言っちゃうから
うん、視聴者に。まあスポンサーついてるからいいけどさ。いやいやギリギリよ、ギリギリ。うん、変わり者だからみんな。で第3ラウンド第4ラウンドから、うんうん、まあいよいよそうやってサポートしてもらえるから、サポート入るから、そう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 、やってもらえると、うん、ありがたいね。ありがたいよ本当に。いやサポートの話なかったら本当出るか本当悩んだもんね。ああそうかそうか。うん。だからあれだね、大会が第3ラウンド、うん、第4ラウンド終わって、うんうん、第4ラウンドが終わった夜に電話すからさ。ああそう、第4ラウンド終わった後電話するのは覚悟してるんだけど、第3ラウンドの夜も電話してくるじゃん。それは俺が個人的にただ電話してる。ああそうかそうか、もうすぐもうね、もうゆっくりしたいのよ夜は。あもうね、そうもう電話来るのよ船虫から。ああ電話出るどうするって、あの仲間とさホテルとどうする出るなんすかみたいな。あやるわ。あまあまあ、まあ、でも結構喜んでんじゃん。あ一番嬉しそうなのは船虫くんだけどね。あたしは電話出たとかになる。どうだったのとか言っちゃって、まあ、どうだったんだよ見てるわこっち。あそうだね。見てて、まあ、あれだね、うん、本当に健闘を祈ってるんで。そうだね、健闘するわ。そうね、うん、じゃあ第4ラウンド終わったら、うん、その模様をみんなにまた。いや本当だよね、みんなに報告できる成績残したいよね。マジで。そう残しちゃうんだけど、うん、残すわ。そうでしょ。言わせ。今なんか急に。ああ違う違う違う、残すわ。うん、そう、うん、もう多分名阪初じゃない2戦連続関東人が。ああ確かに。そんなの多分今まで過去ないんだよ。ないよね。ああそうそうそう、関東って住処は入ってないから、そこには。入ってないんだ。そう俺だから。うん、うん、そうだね俺だね。じゃあ、うん、当日。そうだね。はい見ててください。ああそうね、なんか、うん、先行逃げ切りの失敗で負けるパターンだけちょっと、まあ、逃げ切れればいいけどね、ビタビタやられたらもう焦っちゃうからねこっちも。あまあまあそうね。俺早いはずじゃねえ。そうそうそう、あれみたいななっちゃうから、そうならないように頑張るわ。あそういうことで、はい、終わった後また電話します。はい、もう、はい、もうすぐ電話してくるからさ。いやいやえ大会中にそっちだって LINE してくんじゃん。いや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 、もうあれだから仕事中仕事になってないらしいからね船虫くん。ちょっとうるさいですよ。それこそ P だわ。あリアルに P だわ。いやまあでもさすがにね、うん、仕事中だから、うん、ほんと休憩時間とか。ああそうか、そういう時にね、たまたま早送りでね、タイミング合うとかね。あああれだけど、長めのうんこしちゃダメだよ。あそう、うん、本当だよ。まあまあ一応そんな感じで、はい、はい、また第4ラウンド終わったら、はい、はい、皆さんに緊急でお届けします。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。はい、はい、頑張ります、はい。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、今日が水曜日の夜にこれが上がってるから、木、金、練習日。だから、あっという間だよね。まあ、いろんなね、応援したい選手いると思うんですよ。まあ、うちはね、チャンネル的に絡んでるのが、久保川さんに出てもらうことが結構あるんで、で、久保川さんも出ますから、まあ、同じやっぱね、関東として。まあ、トシちゃんともね、久保川さんも仲がいいから、まあね、なんか、わちゃわちゃやってくれて、なんか、まあ、直接当たったりしたらまたね、面白いなと思いますけども、まあ、いずれにしても、ランキング、上がることを祈ってますので、皆さんもぜひ応援してください。YouTube のね、チャット欄にみんな出てきたときに書き込みしてください。あれ、後でね、見返したときとかもね、めっちゃテンション上がるだろうし、応援の言葉が直接届くっていうのはやっぱ嬉しいですから、選手たちでもね、多分リアルタイムで見てる人もいると思うんで、YouTube で、応援したり、あとは現地に行ける人は来てもらえばと思うんで、で、第4ラウンド終わったらお届けしますから楽しみにしてください。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。